通算第17回目ですね。もうそんなにやってますかね。はい、この番組は楽曲制作団体兼音楽レーベルあやいファクトリーがお届けする音楽バラエティ番組でございます。というわけで、基本的にあやいファクトリーのですね、私の方から楽曲提供させていただいているアーティストなどなどにご登場いただいてお話をする1時間の、コーナーと番組となっております。ちょっと吹いたぴょぴょしすぎです。はい、番組開始早々ちょっとお待たせしてしまって申し訳ありませんです。この番組はですね、ニコニコ生放送の方で生放送をしております。毎週第2第4木曜日の夜8時からニコニコ生放送、アーカイブはYouTube の方で上がっていきますので、ニコ生の方はバックナンバー見られないんですけれども、ぜひともこれバックナンバーでご覧になっている方はよかったら一度生でご覧になってください。そして生でご覧になっている方は後でよくバックナンバーでね見直していただければと思います。ということでですね、今日は私とミカちゃんとあの子でお送りするんですが、はい、まずは簡単に自己紹介をいたします。はいはい、私があやいファクトリー音楽レーベルの代表をしております。シンガーソングライターであり作詞家であり作曲家でありあやい夏子と申します。よろしくお願いいたします。社長。はい、こんばんは、あやいファクトリーの看板娘、気配り特攻隊長坂木美香でございます。よろしくお願いします。はい、そして、この子はですね、あやいファクトリーの宣伝部長をしてます、ポメラニアンのフーイです。お尻フリフリのフーイです。お姉ちゃんのお手手は世界で一番おいしいです。えい犬。というわけで、はい、犬のいる番組を目指して、目指して犬いるじゃん。犬のいる、いる犬の可愛い花番組を目指してお届けしている、ドッグバラエティ番組でございます。主役。そうそうそう、主役。そうなんだ。あの目指せフリの CD デビューっていうコーナーがあってね、ないんだけど。え、ないじゃん。なんで嘘ついたの。なんで最初から嘘ついたの。フリがアイドル歌手になるまでの道をお届けするバラエティ番組でございます。耳ねえ、フィタン。えいということで、はい、アイドルは厳しいぞ、頑張れ。お、先輩アイドルからじゃあ。えい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 、この番組は、このフリが2歳なんですけど、1時間寝ないで最後までいけるかという一つの見どころを持ってお届けしております。サブテーマだね。はい、サブテーマ。今までのところこの番組フリ出て何回目、5回目とかそんな感じですか。あ、全敗ですね。はい、いつの段階で寝るかというのが見どころの一つとなっておりますので、ぜひとも皆様、何分後に寝るかを予測して書き込んでいただければ。クイズとかにしようか ね当たった人になんかプレゼントとか ねで、こちらの番組生放送でご覧になっている方、ユーストリームとニコニコ生放送と両方コメントがチェックできるようになっております。ぜひともですね、アフリタン寝る時間、寝る時間だよって書かれてる。寝る時間だって、よかったね、寝ていいよ。はい、随時コメントをですね拾っていきたいと思っておりますので、遠慮せずに質問、感想等々フリーのツッコミお待ちしております。たまには人間へのツッコミもお願いいたします。8割方フリーへのツッコミなんだけど ね、ネタとか、ね、眠そうだとか、眠そう、すでに眠そう、そう、生意気じゃないな、なんだ傍若無人とかいろいろね聞かれるんだよね。傍若無人、無人でもないか、犬ですからね。はい、笑われてますね。ありがとうございます。落ちそうってフリーが、そんなことまだ元気ですよ。番組始まって早々はこの子人が大好きなので、お客さんとかにねいつもニコニコしてもらうんですけど、それでテンション上げ上げで、であっという間に眠くなるんだよね。困ったね。あ、今カメラ目線、いい子、はい、ということで、はい、まずは近況
お届けするのがいいかなと思うんですが、はい、私の近況は、うん、私の近況は花見行きました。お犬友と、犬友って言っても若い人いないんですけど、うん、おばさま方と、まだまだ方とあのワンコミュニティがありましてね、私行きつけっていうか、ワンコミュニティ、犬のコミュニティのことをワンコミュニティって言うんですか。適当に言ってます。あ、作ったのか、造語か、なんださすがね。で、その、うん、犬友たちとお花見を企画いたしまして、桜のちょうどいい、あの8日に行ったので、うん、一番桜のいい時間、うん、気持ちいいところにね、ドッグランで遊んだりとかね、したよね。ね、楽しかった。楽しかった。ドッグラン大好き。結構走るんですか。うん、フリタ。いっぱい走るよ。すごいあくびしたよね。すごいあくびだね。たまにね、口パクが合わないんだけどね、口パクじゃないけどね。ね。口パク。喋ってみましょう。そう代弁して。はい、私はですね、まあ、今真っ最中、しあさってに、4月15日日曜日のお昼に、もしあさって、え、もしあさって、もしあさってです。うわお、わお、自分が一番しあさってって言ってもどうか言ってしたちょっとね、あの心拍数上がったんですけど勝手に。はい、しあさっての15日日曜日のお昼にですね、宮崎美香の4回目のバースデーライブがございます。これだね、これについてはね、後でまたちゃんと、まあ、後でね、ゆっくりたっぷりと、うん、はい、お届けしますのでですね、まあ、ぜひぜひその、まあ、準備にね追われている毎日でございます。だってさ、はい、あの昨日だっけ、打ち合わせして、昨日打ち合わせしてさ、まっちゃん物販どうしようとかさ、そういう話を今さらえ、バラしちゃったね。何バラすの、それ何絶賛準備中的な感じ。ほんそこら辺はもう終わってますよ。それでさ、うちこんなのいいんじゃないって言ったら、うーんとかって、大変だとかって却下されましたよ私がせっかくアイデア出しても却下。はい、まあ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 、いろいろね、そうそう、事情があるんですね、いろいろ、まあそんなこんなでいろいろ絶賛準備中、練習中でございますね。はい、ぜひ写真撮りに行ったんでしょ。あ、そうそうそう、今日、そうそうそう、あ、なんでそういうこと言うのなんで全部バラすの。あー、ほんと。はい、オープニング終わりますよ次のコーナー行きますよ。はい、はい、というわけで、パソコンの前の皆様も、会場にいらっしゃる皆様、会場の話してないじゃないですか。そうです、この番組公開生放送、生録画もしております、うん、秋葉原からは徒歩15分、最寄りは淡路町の駅の近くに秋葉 TV ステーションという、会場がありまして、そちらで公開生録画をしておりますので、目の前にはお客様もいらっしゃいますし、毎週第2第4木曜日こちら来ていただければ生観覧もできるという形でやっておりますので、パソコンの前の皆様も、会場にいらしてる皆様も、1時間、ごゆるりとお付き合いくださいませ。よろしくお願いします。秘密の女子会ということで、秘密の女子会、まあ、とどのつまりは質問コーナー、うん、簡単に言うと何でもございのおしゃべりコーナー、皆様のお便りで成り立っております、うん、神頼み子のでございます。神頼みじゃない、お客様頼みだ、うん、はい、ということで、あらかじめいただいているお便りもご紹介するんですけども、うん、あのパソコンの皆様はね、書いてくだされば、うん、あのドーンって何がドーンツッコミじゃなくてお答えをさせていただきますのでね、うん、ね、今から並ぶよ、うん、赤坂って。ああ、会場に会場に、よそのライブですか。あ、違うあの15日に私が赤坂グラフィティさんでやるから、うん、今から並ぶよっていう、そういうツッコミすごいですね、今から並ぶの、うん、ドラクエ3を超えましたね。いいですね、いいですね、ありがとうございます、はい、そんなこんなで、はい、はい、ということでですね、じゃあまずお便りの方をご紹介していきたいと思います。ありがとうございます。じゃあ、ですね、
これはお名前がわからんけど、うん、4月に入りましたねということで、あやいアーティスティックファクトリーの皆様こんばんは。いつも楽しく番組拝見しております。ありがとうございます。本日も20時過ぎました。はい、そうですね20時過ぎで全員集合ださんですねえ、勝手にハンドルネームですか？違ういつもそのハンドルネームで。あ、そうなんですか。あ、そうなんです。さて、寒い日々を超えてようやく春めいてまいりましたね、うん、いや本当に、うん、少し前のエプリルフール、お二方とフリ社長フリ社長はフリ社長社長下克上になってる宣伝部長から社長になってる。びっくりした。フリ社長、そういうことでなっちゃんは会長かな。じゃあ、あ、そうですね、引退したっぽくていいねフリ社長は何か素敵な嘘を楽しまれましたか？エピソードがあれば教えてください、うん、今後とも楽しい番組期待しております。はい、ありがとうございます。実はエブリルフールはね、もうスルーでしたね。そうですね、うん、なんか毎年なんかしら考えかけるんですけど、うん、なんかね、愉快な嘘っていうか、なんかみんなが楽しめる嘘っていうのがなんか、ないよね。だいたいはさ、こう、うん、アーティストとかこうタレントとかだと、もう結婚ネタとか引退ネタとかだけどさ、うん、なんか私一回やったことあるんだけど、あるある私も見たなんかつまんなかった。あ、そう、期待してた反応なんでどういう反応が欲しかったの？やっぱさ、あのちょっとは本気にしてやめないでとかさ、うん、なんかそういうの欲しかったんだけど、うん、みんなエプリルフールだろみたいな、なんかこう、あね、うん、というわけで非常に楽しくなかったのでそれ以降エプリルフールにネタ投稿はやめましたそっか、私でも公然とそういう風にはやったことないな。なんかキャラじゃないよね。逆にミカちゃんにやられたらちょっと信じちゃいそう。あー、ほんと、うん、引退します。だいたいさ引退します、結婚します、メジャーデビューします、なんかこの3本柱でアーティストさんよくメジャーデビュー嘘じゃなくなっちゃったと思うね、うん、だからツイッター中の記事はみんな結構信じないんだよね、うん、反応しないんだよね。乗って、あー、なんか嘘でもいいからなんか乗ってほしいですよね。やめないでーって、そうそうそう、笑ってついてもいいから。僕のなっちゃんが結婚なんて悲しいです、でも応援しますみたいな、なんかね、そういう、ね、あの悪ノリじゃないいやでも悪ノリじゃないけど、そう、スルーされるより、ね、なんかあの一緒に楽しみましょうよってことですよねなんかそのためには、でも嘘つく側もクオリティ高くないと。そうなんだよね、そうなんですよ、やっぱり。そうなん、そんな3つダメよね、もうね。そうありきたりでね、なんかもっとなんかパイオニアな感じの嘘をしないと。私ね、うん、考えたことあるね、その、うん、不利に、まあ、でもこれ言っちゃったらできなくなっちゃう。そうそうそう、あ、聞いたことあるからやめ、あれ、あの面白いからやめよう。あれ、分かった、今年やるのかと思ったらやんないから、ね、いつかやります、ね、じゃあいつかやるって言ったら4月1日の記事信用してもらえないで、4月1日の記事で不利に関する記事がもう嘘だっていうことがダメじゃん、言っちゃった、バレてしまうね。そうだね、なんかなかなかね、なんかね、世間的にもいろいろね、面白いあのエプリルフールのネタとかありましたよね。なんかあの Google マップ見ました？ Google マップ、あれすごい面白かった。 Google マップ知ってるね？知らないあのね、 Google マップがドラクエの風のなんかビット的な感じ、ビットの、うん、8ビットバージョンとかなんかそういうのが出て、うん、なんかもうに日本とか、まあ、世界中がドラクエ風の世界観の地図になった。いいなー、これすごい手込んでね。そうなの、なんかそういうのいいですよね。手が込んでないとダメなんだもんね、今ね、お手軽じゃダメなんだよね。そう、ね、YouTube になんか CM とかね出たりとかして、そうカセット風ってやって刺して、ね、やったりとかね、ちょっとレトロな感じがすごい楽しかったなと思って。ねえ、なんかね、面白い嘘のネタがあったらすごい、なんか逆にこっそり教えて、こっそりこっそりこっそりだとね難しいんですよ ね、うん、お嫁に留学引退しないでミカちゃん、ね、よくわかんないですえ、お嫁に行かないで留学しないで引退しないででしょ。あ、留学ダメなの？え、留学ね、あ、よくね、行く子いるもんね、その勉学で留学しますとかってアイドル辞める子とかよく見るよね。じゃあちょっとね、本当にしてんのかな、なんか素敵な嘘がつけるような余裕のある大人になりたいなということで、改めていいですか？はい、ほのかの振りがすごい、ちょっとさっきからすごいフォーミングペロペロって聞かれてる。今日ペロペロ度すごいですよね。リハーサルの時からめっちゃ私も舐められました。どうしたの振りちゃん、なんか甘えてるんじゃないですかね。ねなんか、ね、手ベタベタですけど私ね、チョコクロ食べた。え、あ、だからかな。で、その私が昨日持ってた。あ、でもその後私お風呂入ってる。関係ないか。そんなに残ってないんじゃないかな。だよね。うん。うん。うん、なんだ。はい。はい。
じゃあ次のメッセージいきますか。いただきます。米希望さんから、やすこさん、みかさん、ふり部長、こんばんは。こんばんは。社長じゃなかったよかった。降格したいつも楽しく拝見しております。ありがとうございます。都内では先週末が桜の見頃でしたか、花見には行かれましたか。行ったか。みかちゃんは。私行ってないっす。あ、今日撮影じゃない。あの、そう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 、桜がね。そうですね、桜もちょっとまだ残ってたりとかしてね、なんか昨日の雨で散っちゃうとか散らないとかっていう話があったんですけれども、まだ結構ね、しぶとく残ってました。まだ吹雪、桜吹雪にもなって。いや、かなり吹いてますよ。今日は結構夕方から風がバー吹いてきて、うん、結構ですね、あの桜吹雪が風化炎武人的な感じです。ね。うん、なんか分かんない、分かんないですね。分かる人だけ分かってください。分かる人だけ分かってください。はいはい、あ、食券さんありがとうございます。ありがとうございます。ですね、この番組は犬が主役の、あ、違った。はい、あの音楽バラエティ番組でございます。ってことで、あの、はい、桜の話はしちゃったけど、うん、あの今朝方庭の手入れをね、うん、私の自慢のガーデンの手入れをしてたら、うん、焼けたね。あ、すごいじりじりとびっくりするぐらい暑くって、うん、ね、うん、あの私のガーデンもですね、あの今ほら暖かくなったからさぞや庭が見頃だろうと皆さんご想像されるでしょうけど、ところがどっこい、私が植えた冬の花はそろそろあの枯れる季節です。なんで冬の花植えちゃったの。いや、冬だからですよ。え、でもバラ植えてるでしょ。バラはまだまだでしょ。5月以降バラはもうちょっと で冬に咲くジュリアンとかパンジーとかを植えたわけですよ、うん、でも花の盛りは盛りなんですが、うん、終わり盛りなのでどんどん枯れてます。うーん、パンジーってでも今ぐらいじゃない。でももう終わりだね。5月までには枯れちゃうんですよ、だいたい冬に咲いて5月までには枯れちゃうっていう花たちなので、ね、お花の時期なのになんでだろ う寄せ植えをね、基本寄せ植えいっぱい作ってるんだけど、もう枯れてなくなっていく花、まだ咲いてる花っていうのでね、あんまり美しくないです、うん、花屋さんに相談したらね、うん、そんなもんですって言われた。そういうもんなんですね。お花がね、春だといっぱいになるようなイメージ。意外とね、うん、そうでもなく、そうなんだ。咲く花後には毛虫のシーズン。やめてやめて。そうなんだ。毛虫めっちゃ出ますね。そう、怖いの。ほら、私庭いじりが好きなわけではなくって、うん、ガーデニング好きだけど庭いじりが好きなわけではないので、虫が大嫌いだから、虫とか出てきた日にはやめちゃうかもしれない。いや、でも虫との付き合いですって。ベランダガーデニングだから虫がまだいないんですよ。あ、そういうもんなんですか。そうそうそう、だって土に植えちゃうとどうしても毛虫とか出てくるけど、基本鉢植えだから、まあ、よほど買ってきた土だしね、よほど土にあの幼虫が混じってたとかじゃない限りはいないんですよ、別に。だからできてるだけであって。どうしよう。いや、虫との付き合いも含めですよ。夢ですよ。将来一軒家でガーデンでとか思っても、うん、ああ虫ってね思います。虫の話で終わっちゃうよ。耳もダメに決まってるじゃないですか。虫は全部ダメですよ。テントウムシもダメです。え、テントウムシは益虫だからさ。、まあ、ダメってことダメじゃないけどね。それはいいよ。まあね、お花と虫でいっぱいで囲まれて、うん、これからも虫はいい、虫はいい、虫はいい、はい、丹精込めてバラを育てたいと思います。いいですね、これからね、お花いっぱいの時期なので楽しみたいと思います、はい、はい、ということで、ね、はい、桜のお話で締めました、はい、なんだっけこのコーナーの名前。虫の話、秘密の女子会でした。コーナーよし、クイちゃん来てる、来てるよ。榊ミカ解体新書。いえいえ、はい、はい、ということで、もう間もなく榊ミカバースデーだね、うん、ということでね、榊ミカスペシャルにすればいいんじゃないってミカが自分で言ったから。なんでバラすの、そういうことを。いちいち。いいけど、はい、はい、お言葉に甘えまして、はい、榊ミカを丸裸にするコーナーを作りました。お、そう、すっごい美香ちゃんに嫌がられたんだけど、うん、強行しましたね。そう。そう、私が面白いネタを思いつかなかったから。そう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 。ということで、うん、もう間もなく榊ミカバースデーなんですが、丸4年の活動を5年目に突入ってことでいいですか。4年目だね、まだ。まだ4年目、うん、ね。
まあでもそんぐらい、うん、そんな感じ、5年目ぐらい途中入ぐらいでいいぐらいの感じということで、はい、榊美香ちゃんを徹底解剖するにあたって、ライブデビューもしてねもう 4,5 年ですし、うん、CD も年メジャーデビューということで、こうさぞや榊美香という人物はアイドルとしてもアーティストとしても、スキルアップをしただろうという前提のもとに毒のある言い方なんですどういうことですか、はいはい、私が超上から目線から、はいはい、上から目線から上から目線で榊美香のスキルチェックをしてみたいと思います。上から目線なのはご容赦ください。すごいですね、ふりがふりが、やばい、ふり、私がおかちゃんを判定します。なんで、はい、なんでふりのせいにするのなんでふりのせいにするのなんかね、すごい自信自信自信って騒いでらっしゃるけど自信あったんですね、ここは。あ、揺れました。あ、全然気づきませんでしたね。ということで私がミカちゃんを判定します、うん、いいですか、はい、ミカちゃんに、ミカちゃんにですね、さまざまな無茶ぶりにね、チャレンジしていただきまして、そのレベルを探っていくんですが、うん、まず、うん、レベル1、はい、テレビに映り込んだ通行人レベル、うん、その芸能的なレベルがってことね。レベル2、うん、養成所に通い始めたばっかの夢見る乙女のレベル、うんうんうん、レベル3、うん、初仕事失敗しても多めに見てねなレベル多めに見、まあいいや、うん、レベル4、はいはい、いやー、ミカちゃんにお願いするといい仕事するよねなレベル、すごい上がったよ3から4すごい大丈夫、うん、レベル5、うん、教えてミカ先生、先生になっちゃった先生になっちゃった、なレベルで5段階のレベル分けをしてみたいと思います。ということでね、もういい、3から4と5がすごいですね、まあ、まあまあまあ結構飛び級な感じします、はい、試練その1、はいはいはい、アイドルアーティスト、まあ、うん、特にアイドルといえばこれが大切、じゃじゃん、うん、ダンス、おということでですね、即興で踊っていただきましょう何を、あのミカちゃんが知ってて、うん、絶対知ってる曲をね、あの方が踊りやすいと思うので、かつ、まあ、うちの自分の AI ファクトリーの曲なんですけど、うん、この曲であれば、うん、まあ、聞いたことはあるけど、うん、オリジナルの振り付けとかはピンとこないであろうということで、うん、主のために金は鳴るというね、おー、結構でもいろんな方が自分歌う方が自分なりに結構振り付けをされてたりとかして、なんだと忘れました、カレンさんが歌ってるんですね、はい、そう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 、あのプロローグというアルバムでカレンさんが、すいません、はい、そのアルバムですね、はい、なっちゃんにそっくりなカレンさんという方が、うん、そうそう、美しい後ろ姿だなカレンさん一度なんかお会いしたことあるんですけど、結構ギャルでしたね、17歳のギャルですね、そう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 みんな苦笑いってどういうことですか大丈夫ですか、はい、はい、とっても可愛らしい歌声のカレンさんという PC ゲームの歌をね歌ってらっしゃる方なんですが、うん、あの歌ってる主のために金は鳴るっていうね、これ、うん、そのままゲームの主題歌なんですけど、うん、この曲のを、うん、今の踊っていただこうと思います。おー、わかりました、はい、曲はねわかるでしょ、パン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 、そう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 、主のためですね、そう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 、ちょっと演歌調になっちゃったじゃあね、ちょっとね、はい、どこまでどこまで、サビだけでいい、一番だけで大丈夫ですよ、一番最初のサビだけでよくない、うーん、長くない長くない、分かった分かった、じゃあ最初のサビだけでいいよ、ね、いいよね、いいよね、番組の尺的にねわかりました、どうぞ、じゃあどうぞどうぞ、はい、榊美香によるダンスでございます、はい、はい、じゃあいいですか、あ、すいません、はい、じゃあ後ろから行こうかな、お、主のため金は響く短かったな、短かったな、適当に出ました多分、はい、では、フリ部長にレベルを判定していただきましょう、はい、フリちゃんのせいです
坂木美香ちゃんのダンスレベルは4。サビしか踊ってくんなかったから悔い分かんなかった。まあ確かに短かったかもね。短くて分かんなかった、うん、なんかちゃんとね一番割まで踊ってくれたら4になってた気がするよ。え、長さの問題の問題だよ。振り素人だから分かんなかった、あれだけじゃ。そっかそっか。そう、うん、まあでもレベル3でもね、うん、私よりはね、うん、上手か。よし、ありがとう。よし、じゃとりあえずレベル3ゲットということで。はい、どうですか。ではこれ以外、これ以上下がらないようにしないとね。続いてははい、ですね大丈夫、段取り大丈夫試練、その2試練になってるよ、うん、スキルチェック試練その2さっきも試練でした。じゃじゃんじゃじゃん、写真、うん、写真撮影ということで、写真に撮られることが何かと多い職業ですので、うん、ポージングのチェックをさせていただきます、うん、はい、写真をねバシャバシャ撮りますのでね、次々とポーズを変えて、うん、こうアイドルらしい、うん、ね、していただくということこれね結構苦手なんですよね。写真が未だになんか可愛く撮れないっていうのね。じゃあ早速ということで、なんでまだ照れがあるこれ初フリが画面から消えた。フリタンじゃない、フリタンじゃないよ。いかちゃん、はい、こんな立派なカメラでね、私ちょっとカメラマンのなりきりカメラマンで、はい、みかちゃんいいよいいよいいよ、かわいいよ、いきましょう。はい、何秒くらい、何秒くらい、何ポーズぐらい、もう自由に動いてみてよ。はい、もうミカちゃんのかわいいミカちゃんも撮りたいな。いいねいいねいいね。動いてみようか。林さんのコーナーですか。ちなみに逆光だからさ、うん、そうだね、いい写真はカメラマンの腕的に撮れてないからね。勝手にデータ潰しちゃっていいんですかね。そのでいいですかね。はい、はい、ということで、はい、テレビ的なのかそうじゃないのかよく分かんなくなってきましたね。はい、これはどう判定するんですか。これはですね、これははい、わらわらわら、セクシーミカちゃん、あー目標のポーズとかなかったですね。いやいやいや、確かに目標はよって書いてありますね。いや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 、目標のポーズなんて撮ったことないです、ね、ことないですね。そうそうそう、撮影会ですね。それでは、うん、フリ部長に判定していただきましょう。はいはい、ミカちゃんの、うん、私をもっと写せ。え、私だけを映せ。一気に寄った一気に寄った。ミカちゃんの写真撮影はじゃじゃん、レベル4です。おいい仕事するね君。やった今度フイにも教えて、うん、どうして解決する。うん、なるほど。って言われちゃった。なんか何がらしい、ふっくらしいですね。どこに対してのええですか。まだ、いやいやいや、まだまだそんなレベル4とかじゃないんじゃないのってことじゃないですか。はい、まだまだです。厳しいですね。はいはい、はい、それではですね、続いて、はい、なんと、はい、そろそろねアーティスティックなところに行きましょうか。うん、うん、みかんへの試練、うん、その3、また試練作詞ってことで、え、本当に無茶ぶりだね。私これよくやるよこの番組で。公式、はい、どうぞ。あれはさあ、どうぞってどうぞどうぞどうぞ、どうぞ。テーマとかない、あります。まあ、作詞、そうですね、短くていいので、うん、ワンフレーズ的な感じで考えてみましょう、うんうんうん、桜で、桜、春桜咲くよ。メオはダメだよ。パクリパクリです。パクリです。制限時間とか別にそんな思いついて
思いついて、うん、桜だから、まあ、桜って言わない方が よくない？どっちでも、別にどっちでもそれはセンス、どっちでも、うーん、そっか、ね、なんかこの間しゃべっててくれないと、私ひかちゃんの作詞はあれだね、フライハイで、フライハイだけだよ、私世に出てるの。そうですね、びっくりだよいいじゃないですか、フライハイって、あれはもう一昨年になりますね。ひかちゃんに書いた、すごいアップテンポな超かっこいい、めちゃめちゃいい曲です、自分で言った。あ、曲だけ褒めたよね今ね。あれ曲だけ褒めたよね今ね。いやいや、ミカちゃんの歌もすごくいい。シワ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 ね、素直でね。あれね、ファーストっぽいしですね、やっぱ。そうですね。なんかプロの書くようなやっぱこねくりましたしとは違った。すごいまっすぐな。うん、すごくだからそういう意味ですごくいいんですけどね。ちょっとあんまね、多分時間がないと思うんですよ。大いに期待してるね、ミカちゃんだって。わあ、すごい、ハードル上げないでください。楽しみ、ミカちゃんの作詞だって。作詞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 だって。あ、エコーがかかってます。さっきからエコーをかけてくださる方は。まあね、作詞はね、よくね、この間もお客様に作詞のコツとか聞かれたんですよ。その方、うん、スクールかなんかでお師匠さんにやっぱりダメ出しをねされるから、コツはって聞かれたんですけど、私がその時言ったのは、我ながらね、いいアドバイスだと思ったのは、ちゃんと歌いながら作りましょうってことです。あ、もうダメだじゃん、こっちはさ、アーティストだから、自分の歌は歌いながら作るじゃないですか、メロディーがね先にある場合で。その方は、まあ、男性だから多分恥ずかしがって全然歌わないでしょってやっぱ歌わなきゃいいんですよ。それじゃダメなんですね。あくまで声に出して、口に出して、そのフレーズのね具合、ハマり具合とかをちゃんとメロディーに乗せながらやれば、それがいいしかどうかっていうのは、もう文法とか何も関係ないですからね。メロにハマってるかどうか、メロの言ってることをきちんと汲み取れたかどうかがいいしかどうかの、もうただそれだけなので、曲がね、だいたい今の世の中曲が先にありますから、曲の言ってることをちゃんと汲み取るためには歌うこと、何度も何度も口に出してメロディーをね、そうするといつ、 なんかいつの間にか詩がね湧いてくる、こんな感じですかね。それを振ってくるって言うんですけど、こんな感じですかね。できました。はい、追ってきた。お、はい、じゃあカメラに向かって発表してください。わあ、すっごい恥ずかしいですねこれ。白い春の雪目に降り積む、来年もまた会おうね、また会えるよね。おお、どうですか。ありがとうございます。ではでは、プリ部長の判定でございます。おいしょ、一緒に、はい、よし、ありがとうございます。作詞の仕事なんかもいただけると。でも振り積むって意味わかんなかった。あ、そっか、なんか振りが入ってる。それを考えてたよ、ちゃんと。はい、振り、はい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 、そのものでということでですね、はい、よく振り、はい、では最後の試練に行きたいと思います。はい、最後はですね、これはかなりですね、無茶振りでございます。うん、ただラストにふさわしい難題ということで、 いきます。じゃじゃじゃん、坂木美香第4の指令、作曲。おー、まあ別にね、作曲じゃないからできなくてもいいんですが、私公式でもそろそろだってやりたいとか言ってるじゃないですか。言ってましたね、ね、昨日も言ってましたね。そう言ってました。じゃあ今、書いた作詞で、綺麗にはまんなくてもいいので、書いてもいいので、なんとなく今から弾く感じの、コードに合わせてメロを考えてみます。はい。
ってるね。あやいさんの作曲のレベルをじゃはい、あやいさんの作曲のレベルは、はい、教えてあやい先生、おめでとうです。はい、ありがとうございました。宣伝部長のお仕事がんばるもん、イエーイ。オスオラフリカメハメハということでですね、今回もフリ宣伝部長が、ゆるっとお届けします。イエーイ、よろしく哀愁、よろしく哀愁。はい、というわけで今回何も声作ってないな私。紹介するチリは、はい、ザ・ヒットパレーズきらめくリズムボリューム2火曜の花でございます。イエーイ。はいはい、そんなこんなで、これなんでこの CD を紹介するのかというと、なんと榊美香ちゃんのメジャーデビューアルバムでーす。イエ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 イ。そんなこんなでね、オラも大好きなミカちゃんの、メジャーデビューということで大変めでたくございます。はい、そんなこんなで、ジャケットの、ね、裏にもね、ちゃんとね、ここですね、ここにこうちゃんと写真で載っております。ちゃっかり載っております。はい、ね、榊ミカですね。他の、メンバーの方々と一緒に写らせていただいております。この中のですね、キャンディーズさんのカバー曲、恋の操り人形というですね、なんとアルバム曲で、でもすごくライブだとすごく盛り上がる名曲が入って、あ、もうね、あくびしてますね。ね、名曲になって、なんだっけ、可愛くするんだっけ、だってマイチ、そんな中で、ミキちゃんの役をミカちゃんはやってるんだけど、ミキちゃん役のミカちゃんということで、ミキちゃんのソロパートもちゃんとあるので、ミカちゃんだけの声もちゃんと CD に入ってます。その他もいろいろ昭和の名曲ですとか、火曜の花というですね、オリジナル曲、この曲がね、神曲なんですよ。すごくね、曲もいいし、詞もいいし、アレンジもすごくよくってですね、全部何より生楽器で撮っているという音の迫力重厚感がすごく楽しいです。今ですね、いろんなところでもう売り切れ続出でございまして、本当にね、手に入ることがすごく難しいので、ヒットパレーズさんのホームページとか、ミカちゃんのねブログとかでもいろいろ在庫状況とかですね、いろいろありますので、ぜひぜひゲットしていただけたら嬉しいなと思います。はい、そんなこんなでフリー宣伝部長のお仕事を頑張るもんでした。よろしく哀愁、みんなオラに元気を、オラに元気を。はい、それでは続きまして太田のコーナーです。今日はあやいなっちゃんの曲、桜の季節ということで春色日和を歌わせていただきたいと思います。わーい、 ありがとうございます。はい、それではお願いします。穏やかな
ありがとうございました。ありがとうございます。まあまあまあ、まあ、はい、ありがとうございました。音のこんなでした。はい、というわけでエンディングのコーナーでございます。歌やありがとうございます。本人よりみかにゃんの方が安定感あるな。その通りでございます。そんなことないですよ。でもね、この歌は私一回本当にみかちゃんに 本気でカバーでね、なんかしてもらいたいなってちょっと思ったりしたこともあって、話もありました ね、うん、まあ、なんか機会があればね、そうですね、結構合うと思うので。ありがとうございます。うん、うん、そう、あのノスタルジアっていうアルバムを作ってる時にも、例えばこの曲カバーでやってみるとかってね、いろいろ、まあ、結局ノスタルジアとオリジナル曲に決まったんだけど、うんうん、いろいろね、話したんだよね、うん、はい、はい、ということでですね、はい、反省会かな、はい、あ、すいません、それ私のね、いろいろね、何の反省会、ね、私のでしょ、いろいろね、いろいろ反省会かな。自分の音聞こえないんですよ、意外とね、あそこの、うん、ね、まあ、まあまあ、レッスンしたての曲だからさ、まあまあ、うん、私12月から弾き語りのレッスンに通い始めて、もう4曲仕上げてるのよ、うん、すごいですね、早いのよ、ペース、すごい、ね、超早いのよ、うん、早くね、歌と一緒にできるといいですね。そうね、なかなかね、弾き語りじゃないからね、今ね、そうなんだよ。はい、もうどこかで、はい、じゃあ、宣伝を、はい、やめてください。はい、うん、そんなこんなで、せっからお話ししております。坂木美香、4回目のバースデーライブでございます。バースデーソロライブ2012、天に星、地に花、人に愛、壮大ます、壮大ですね、いつになく壮大、壮大。いつもね、英語のタイトルだっていくような気がするんです。ノスタルジアとかね、うん、ね、そんな感じで、はい、そうですね、いろいろですね、今
準備をしておりまして、ゲストが鈴木まりえさん、ヒットパレーズのゆきさん、あとは、バイオリンやっちさん、やっちさんさっきもいたんですよ。あ、そうなんですよ。さっきもあのさ聞いてたんですけど、別に顔出し NG とかじゃなくて、ただ顔面のフレームの関係で入らないかわいそうフレームアウトして弾いてました。いやあのね、あの謙虚な方なんで、あのあ自分は映らなくていいですよってね、そういう話をねしてて、あ、いい話になった。そうそう、いい話いい話にしていこうよはい、あとコーラスにね、あやいなっちゃんも、はい、ありがとうございます。終わりまして、楽しくお届けしたいと思います。曲としてはですね、もちろんオリジナル曲はもちろんなんですけれども、フォークソングとかニューミュージックとか、あとは昭和歌謡的なのとか、あと洋楽とかですね、英語の曲ですね、あとはアイドル、アニメソングまでいろいろ盛りだくさんでございます。アコースティックでしっとりコーナーと、あと歌って踊って元気にね、楽しく、いろいろ盛りだくさん、盛り盛りだくさんでお届けしたいと思います。あの絶対楽しいライブになると思いますのでね、ぜひぜひご予約の上お越しいただけたら嬉しいと思います。頑張りますのでお願いします。ありがとうございます。私も行きたいな、招待して。いいよ、フェタンは招待でいいよ本当に連れてくるこらねえ、あのね、連れて来られても、ね、連れて来られても大丈夫、大丈夫なのかな、わかんない、わかんない、ライブハウス的に OK なら連れてくよ、マジで聞いてみますよはい、私がステージに出てる間誰が面倒見るんだって話になっちゃうんで、はい、そんなこんなで、あとはね、ノスタルジアのアルバムと、火曜の花ですね、中で一曲歌わせていただいてますので、ぜひぜひこちらの CD の方もお願いします、ね、おかげさまでメジャーデビューでございます。めでたい、めでたいです ね、おかげさまでございます、皆さんも、はい、はい、ということでですね、はい、ミカちゃんの今週日曜日、ぜひぜひ、うん、私はコーラスとして裏方で、うん、バッチリと一曲弾くらしい。そうなんです。一曲ちょっとピアノお願いしてね。なほう。ね、練習も大丈夫。明日と明後日も練習する。明日から頑張るみたいな。今日もね、結構弾いてきたら疲れちゃってさ。今日終わりみたいな。まあ、集中して頑張ることが大事ですからね。そうですね。はい。ね、本当なっちゃんの歌とやちさんの素敵なかっこいいバイオリンと。ね、お客さんがフリちゃん預かってくれるって、はい、すごい、あのめっちゃ手とかペロペロ舐められますけど大丈夫ですかめっちゃペロペロ舐められますけどね。いや、私も行きたいな、はい、あ、ぜひぜひ来てください。皆さんも来てください。ぜひぜひよろしくお願いします。子供料金でお願いします子供料金100円ぐらい。子供料金って設定してない。そういえばそうだね、私もしたことない。女性料金ってあるけど、子供料金って設定したことない。したことない。犬料金で設定しますから犬料金でお願いします。はい、はい、はい、ということで、あやいさんは。あやいさん何もねえそんなこと言うなこの番組が月耳がございます、ね、ありますね。次回の番組はですね、4月の26日、お久しぶりの有坂恵美ちゃんと、うん、なんか恵美ちゃんのね、お友達か後輩か分かんないけど、うん、なんかちょっと連れてきてくださる方らしい私も知らない方なんで楽しみにしてます。何、あの歌関係の後輩の方って、多分後輩だと思うんです。 その CD の学校の後輩連れてこないですよそうですよね、そうですよね。そう、まだ CD がちゃんと出てなくて出したいって言ってる子がいてみたいな。じゃあ初々しい感じの、多分そんな感じのだと思います。若い感じの女子が、そう、若い感じの女子が女子がね、エキスを吸っていこうと思います。はい、はい、ということでね、ぜひ、はい、次回は4月26日、パソコンの前で見るもよし、会場に来るもよしということでね、楽しみにしていただければと思います。漏れなくフリ牛できます。フリとチューできます。おお、それは、フリタン今日寝なかったんじゃないの。そうなのよ、初めて寝ませんでした。おめでとう。しかも今日かなりカメラ目線ができました。おだんだんね、プロ意識が、ね、さすがアイドル系の道は近づいてきた。そう、実はね、この番組のね、本編がそこだっていうところで今日も気づいたところ。そう、いかにフリが愛らしく、宇宙、宇宙、無理やりって言ったらいいんですけど。はい、ね、ということで、はい、ぜひ番組の方は聞いていただければと思います、うん、またこの番組バックナンバー YouTube の方で、うん、過去17回分全部上がってますのでね、うん、すごいですね大変ですけど、よかったら見ていただければと思います、うん、はい、うん、じゃあそんな感じですかね。この番組は、あやいなつこと
はい、榊美香と福井宣伝部長で、あと陰にやつさん映ってないけどね、映ってないけどね、お送りいたしました。また2週間後、バイバイ。ありがとうございました。違う微笑み、きしむブランコ、天気の色、さようならそっとつぶやく潮風匂いも。